い、おはようございます。夢サバンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、いつもとちょっと違うと思うんですけども、リニューアルいたしました。ということで、まあ、これも記念なんでね、お祝い事としまして、いつものね、あれをぶっ決めていこうと思います。よろしくします。さあ、まずね、ビール開けていきましょう。お祝い事には僕、これって決めてます。ベルギービール、オルバル。これがですね、やっぱりうまいんですよ。いきましょう。最高に贅沢ですね。よいしょ。うわあ、うまそう。喉乾いた。仕事終わりの風呂上がりですね。コンディション仕上がってます。贅沢な瞬間。よいしょ。さあ、とりあえずですね、まあ、リニューアルおめでとうございます。いただきます。乾杯。しみる、うまい。さあ、このね、後ろなんですけども、昨日の動画までは普通にね、窓でずっとね、まあ、ブラインド下ろしてました。これまあ夕方撮影するとですね、西日が差したりとか、まあ、あとは常日頃自分でもですね、なんかこう寂しいな、もったいないなって感覚があったんですけど、ちょっと今回ね、まあ、思い切りまして、家のまあリフォームとか、改修、改装とかをね、やってくれてるまあ業者の方がいらっしゃるんですけど、その人と結構仲良くなりまして、その方からのまあ提案もあってね、ちょっと今回思い切ってね、リニューアルしたんですけども、とりあえずちょっと面構え見ていきましょうかね。よったいを取っていきましょう。さあ、どうですか？この面構えですよ。こんな感じですね。ペヤング一応食べたんでね、まあ飾ってますけども、これは今まで商品になったやつ全部一応買ってね、飾ってます。さあ、そして AMS ジャペンのロゴとですね、このビールですね、これリニューアルする前のスーパードライですね、古いやつです。未開封新品でね、撮ってます。さあ、このスペースはですね、なんとなく特に意味もなくまあ一応飾ってますけども、その横なんですけども、僕が一番気に入ってるスニーカーをね、飾ってます。下駄箱に置いといてもね、まああれなんで、どうせだったらね、ここに置いてやろうと思ってね、置いてます。その下ですね、今カップラーメンなんとなく置いてますけども、ド定番のビールたち買ってきて新品のまま飲まずにこう飾ろうかなと思ってます。いやー、模様替えじゃないですけどね、なんかやっぱこうリニューアルってね、こう気持ちがこうフレッシュになりますし、いいですね。まあそんな感じで、とりあえずですね、ちょこちょこ変えるかもしれないですけど、今のところはね、こんな感じでね、やっていこうと思います。さあ、めでたいですね。ラストね、飲み切っていきましょう。いただきます。乾杯。あー、うまっ。さあ、最後ね、次回告知です。明日なんですが、僕自身がですね、眠りを極めたくて購入した高いベッドがあります。これは買った時に動画にしたんですが、それっきりなんですね。その続編の動画をね、やっていこうと思ってます。購入してから半年ぐらい経ったんじゃないかなと思ってるんですが、僕なりにね、眠りを極めてます。ということで、とりあえずね、明日そんな動画やっていきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これね、リニューアル大成功かな。頑張ります。オーライ、サンクス。